皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさん。サンピアさん、お便りありがとね。嬉しいですよ。そして本日はどのような内容なのでしょうね。早速拝見いたしますね。じゃん。なるほど、そうなりますよね。確かに、はい、はい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 。そしてもう間もなくだとは思うのですが、またこの災害じゃないですか。このとてもひどい、これにも心が落ち込むのですが、さあいよいよだとなった時にも今までと同じような過ごし方はできないじゃないですか。それもまた気持ちが落ち込みますよね。かといって落ち込み続けていても悪影響が加速してしまいますので、僕はささやかながら何か新しいその季節の過ごし方で楽しみたいなとは思っております。はい、サンピアさんも気持ちが前向きでありますことを願ってますよ。ということでして、本日のサンピアさんの一言がどんなものになってますか、行ってみましょうか。サンピアさんの一言どうぞ。梅雨超えたら本当の夏だ。今年は期待しないので。